そうねそれは多分レインが強い子だからよ先生は弱かったの それでそう思うことで逃げてたんだと今は思ってる私も自分から逃げてるそうは思わないわただ自分を変えたいって思ってるでしょ変な夢を見なくしたいだけだと思うひょっとしたらだけどレインは変な夢を見る自分が嫌だって心のどこかで思ってるからそれが無意識に自分じゃない自分を作り出してるのかなって って思ったのどうすればいいの私そうね変な夢も全部受け止めるってできるかな受け止めるそう聞きたくない声も会いたくない自分もしっかり見てみるそいつらと仲良くなるのできないよ声に耳を傾けるだけでいいと思うわ何を言ってるのかどうしたいのか レインが納得できるまでその正体を暴くの怖い私でも今まで大丈夫だったでしょレインはレインのままでしょそれとも幽霊さんはレインのこと殴ったり声が暴力振るったことはあったひょっとしたらレインと仲良くなろうとしてるのかもしれないわ <laughs> もしまた見えたらよ見えなければ問題ないし見た時の心構えって大事だと思うの ああ、また来たかと思えば気が楽じゃない私帰るどうしたの先生なんか悪いこと言った私嘘なんかついてないあれは幽霊とかお化けじゃない先生のバカレイ